本日ただいまをもって夏の特別警戒期間を終了する。諸君らのおかげで大きなトラブルもなく、私としては非常に満足である。はっ。そこで諸君らに夏休みをプレゼントしたいと思う。ずつ順番にね。そうすると最後の方は夏休みじゃなくて秋休み。まあ順番は諸君らで決めてくれ。俺は休みなんていつでもいいぜ。あんまり遅くなると秋の特別警戒期間に入るから、休みを取る暇なんてなくなるわよ。え、なんですって。じゃあ吹雪隊以外でくじ引きして、どれにしよう。止まった。さっきの話はなしだ。とりあえず入ろう。キャップ、 H4 エリアのトンネル工事現場から怪獣保護要請です。分かった。武器、武蔵、土下木、休みの前に一仕事だ。了解。土下木、武蔵、今回の出動で一番活躍したやつが最初に夏休みを取るってのはどうだ。おお、いいね。オッケー、乗りました。ちょっと待って。だったら私も行く。え、怪獣保護衛のため緊急出動許可をお願いします。よし、行ってこい。はい。吹雪隊員、1号の発進、ちょっと待って。吹雪隊員、お先に。おい、こっちです。急いでください。主任、橋本主任。待ってました。ただでさえスケジュールが遅れ気味なんです。早く何とかしてください。わかりました。皆さんは下がっててください。何か反応ありますか。いや、今のところは何もないな。おい、あー、きっ、もう来やがった。やっと追いついたぜ。抜け駆けは許せないわよ。割と早かったですね。当たり前だろうが、こっちはマッハ10で飛ばしてきてんだよ。行き止まりだ。
ずいぶんおとなしい怪獣だな。グードン？あの怪獣全然動かないでしょ。動かないを英語で言うと Don't move。 ひっくり返してムードン。ムードンは極めておとなしい性格のようです。上層部会議でカブラヤ島へ保護と決定しました。よかったな。そこで作戦は名付けて初めの一歩大作戦。よっしゃ。悪いね。まあこれで夏休み一番乗りは決まったな。オーケー。引いてる引いてる。すげえすげえすげえ。おお。するからダメなのよ。向こうから出てくるように仕向けなきゃ。だけどいつの間にこんなものを。こんなこともあろうかと SRC 施設部門から借りてきたの。名付けて猫じゃらし大作戦。猫じゃらし大作戦。ほら出ておいで。こんなんで本当に出てくんのかよ。うちの猫はこうすれば出てくるわよ。猫？うん。あいつバカにしてんな。早く出てきてムードンちゃん。夏休みは私のものなんだから。怪獣を誘導する笛、名付けてハーメルンの笛吹き大作戦。実は数年前、この付近で新種の恐竜の化石が発見されているの。恐竜の名は村のクラフドン。
これを復元すると、うわあ、ムードンだ。本当だ。おそらくムードンはまだ発掘されていなかった村のクラフドンの化石がカオスエーダーの残留エネルギーの影響を受けて蘇ったんじゃないかと思う。村のクラフドンの化石って一つの洞窟から何体かまとめて発見されているの。じゃああの洞窟って巣穴だったんだ。そう、彼らもそこで人間と同じように家族で生活していたんじゃないかしら。これがここの工事とぶつかった洞窟よ。あ、でもこれは一体だけなんですね。ええ、小型の村のクラフドンの化石一体だけだったわ。へえ。あ、ひらめいた。村のクラフドンは草食恐竜です。鉱物の草をここに置いておけば必ず必ず出てきます。アンズ、いませんね。焦るなって、腹をすかせりゃ必ず出てくるから。本当ですか。アンズ、何してるの。あやの隊、こうした方が美味しいです。あのね、草食恐竜はケチャップやマヨネーズは食べないの。だったらなんでとんかつソースと青のりなの。ああ、どう思います。いや、とりあえずお好み焼き嫌いだから。私は関西風が好きなの。こんなくだらない作戦ばかり立てて工事スケジュールがめちゃめちゃです。あんな怪獣早くやっつけちゃってください。ムードンは現在のところ人間に危害を加える恐れはありません。まったく、チームアイズなんて当てにならないよ。行くぞ。はい、こうなったら俺たちで何とかするしかないぞ。お前どうしてここを動かないんだ。何か訳でもあるのか。こんなところで一人で寂しくないのか。一人で。やっぱりこれは。みんな起きて。ウブキさん起きて。ほら、ドイヤクさんも早く。どうしたの、ムサスタイン。よし、じゃあ始めっか。ガッテンデー。だからトンネルには入らないでって言ってあったでしょ。あんたたち、まさか爆弾を。あんたらが悪いんだ。あんな怪獣さっさと始末しないから俺たちが自分でやっつけることにしたんだよ。なんですって。ことを。
怒ってるのよ。本当にあいつがおとなしくなんのかよ。武蔵の推測が当たっていれば必ず興味を引くはずなんだ。村のクラフドンは常に家族揃って化石で発見されてるの。なのにムードンは一頭だけ。この近くで発見された小型の化石ってムードンの子供かもしれないんですね。その可能性が強いわね。何年も待ち続けてやっと自分の子供に会えたの。
返ったのはカオスヘッダーのせいだけじゃなかったんですね。どうしてももう一度子供に会いたかったのよ。だから思いが遂げられると同時に砂に帰ったのか。おーい、あ、武蔵隊員、みんな、お、武蔵だ。さあ、引き上げましょう。夏休みが待ってるわよ。はい。で、誰が最初に夏休み飛んだ？やっぱ武蔵でしょ。こんな僕なんて何も。遠慮しない。どこ行くの？沖縄？ハワイ？そうだな、たまには家にでも帰ろっかな。エフェメラは時とともにその性質を変化させる。まるで生き急ぐかのようなエフェメラに、吹雪は幼くして亡くなった妹の姿を見た。エフェメラを殺すのはやめて。精一杯保護に努めるアイズだが、無情にも防衛軍は攻撃を開始した。ウルトラマンコスモス、あなたは知っていたんですね。次回ウルトラマンコスモス命の輝き、あなたは一日を懸命に生きていますか。